今朝のコメンテーター経済アナリスト森永康平さんです。森永さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。先日2月5日が誕生日、ね、ありがとうございます。おめでとうございます。そうなんですよ、はい、また一つ年を取りました。いやでもまだまだ30代ですもんね。そうですね、まあ、でもなんかもういろんなところにガタが来てる気がして、本当ですか。だってあれだけ練習して10キロ近く一時走って、はい、まあでもなんかこう、なんですかね、僕あんまり寝ないんですけど。そうですよね、睡眠時間短い。それでもなんか眠くなる瞬間が増えた気がしていて、やっぱ加齢によるものかなっていう。いやそれ健康的なのじゃないですか。やっぱり体が欲してるんじゃないですか。なんかちょっとこう体質が変わってきた気がして、はい、年を取るのもなんか悲しいな。悲しいなって38でそういうことをおっしゃらないでくださいよ。でも明らかに20代の時よりも、ああ20代と比べればね、ちょっとこう体力持ちた気がしますね。いや健康第一ですからね。そうですね、本当に、はい、で相変わらず走ってるんでしょ。ただちょっと最近あの出張というか、ね、結構それが増えてですね、日帰りで一昨日も大阪朝行って夜帰ってきてっていう感じなんで、なかなか走れなくなってきちゃってですね、リバウンド気味なんですね最近。あ、そうですか、まあ、健康大事にしてください、はい。さて関東など各地で相次いだ強盗事件めぐって警視庁は7日フィリピンの入管施設で拘束されていた男4人のうち今村磨人と藤田俊也両容疑者の身柄引き渡しを受け日本への移送を開始しました。まあ、もうすでに日本についてですね、警視庁は、正午過ぎに成田空港に向かう旅客機の機内で特殊詐欺に関与したとする窃盗容疑で2人を、まあ、日本の領空に入った時に逮捕したと。でフィリピンのレムリア法務大臣記者会見しまして、4人がビクタン収容所で使っていたスマートフォンとタブレット端末全部で24台に上ることを明らかにしました。すでに押収していて、日本側に引き渡すとしています。で一連の強盗事件ではレフィやキムなどと名乗る人物が SNS の闇バイトに応じた実行役にフィリピンから通信アプリテレグラムなどを通じて指示を出していたといいます。で警視庁は4人についてまず特殊詐欺への関与を捜査するとともに引き渡しを受けたスマートフォンなどの解析も並行して進め強盗事件との関連を調べるとしています。まあ、この通信アプリのテレグラムっていうのはある時間が来ると消えちゃうという、はい、まあ、こういうシステムなんだそうですが、まあ、ただですね、まあ、ある手続きを踏めばこの消したものがまた復元できるらしいんですよ。そうですよね、なんかこのネット系のサービスとか含めてですけど、はい、まあ、基本的に一度発信しちゃったら、はい、もう基本見られるつもりでやっておかないと、いけないってことですよね。そうなんでしょうね、だからどこかに残ってるってことなんですね、記憶のね。そうなんですね、だからそこのあたりが認識が甘い人っていうのは、まあ、結構多くて、まあ、逆に犯罪者が認識甘い分にはこうやって後を追えるんでいいんですけども、ただ我々も本当気をつけなきゃなっていう、要は便利なんでついついそういうリスクとか忘れがちですけども、はい、そのあたりちょっとリテラシーを高めないといけないなと思いますね。まあ、残る2人もですね、この容疑者も明日未明って出てましたかね、まあ、送還されるということなんですが、身柄引き渡しを再要請してからおよそ1週間でのスピード移送となりました。まあ、これ全容解明が待たれるところではありますね。そうですね、まあ、でも今回 これだけ早いスピードで、はい、まあ、移送してくれたというところは、まあ、フィリピン政府含めてちょっと感謝すべきところだと思いますけど、ただ一方で個人的にやっぱ気になるのは、なんか日本でこう犯罪をすると、はい、フィリピンに逃げるって人結構よく聞くじゃないですか、その理由を考えると、はい、逆にフィリピンはそこをな、そうです、ね、是正しないといけないなとは思いますよね、逆に、はい。まあ、先ほどご時代に村中さん理子さんという、ね、お医者様に今ドイツハンブルクにお住まいですが、はい、フィリピンにもお仕事で住んでいたという、うん、やはりお金で、動いちゃうというね、もう買収されてるって言いますもんね、はい、そうなんですよ、この辺りですね、うん、フィリピンは。で全国で相次ぐ広域強盗事件では SNS の闇バイトでメンバーを集めていたことが分かっていますが、兵庫県警察本部 AI 人工知能を使って不審な投稿を自動的に検出するシステムを全国で初めて導入することになりました。犯罪の実行役を募る投稿の疑いがあると判断した場合には警告を送信する
ると言います。特殊詐欺の受け子、出し子の実行役、 SNS 上の闇バイトの募集を通じて集められ、全国で相次ぐ広域強盗事件でも同じようにメンバーを集めて犯行を繰り返すグループが存在することが分かっています。で、 SNS でのこの闇バイトの募集、自動プログラムによってそれほど手間をかけることなく大量に投稿されていると見られています。まあ、こういうこの兵庫県警の AI 使ったこの対策なんですけれども、これはやはりある程度効果はあるんですかね。まあ、やらないよりはいいとは思うんですけど、はい、ただ結局これって本当いたちごっこで、まあ、昔からその、まあ、軽犯罪含めてネットの掲示板とかでやり取りしていると、まあ、いわゆるこうサイバー警察的な、まあ、その警察とか掲示板見張ったりするんですけど、結局その隠語というか、普通に見てたら何の話してるのかわからないような言葉を使って、結局その網の目をかいくぐるようなことを平気でやってくるので、まあ、AI でどこまで対応できるのかっていうところですね。このなんか我々つい AI っていうの一言で言いがちなんですけども、結構いろんな種類があって、まあ、おそらくここで言う AI っていわゆるそのルールベースというかですね、こういう単語があったら違法の可能性があるみたいな、そういう話だと思うんですよね。そうなってくると隠語使われたらアウトっていう。そうですね、もちろんその AI 側が自動学習するのかもしれないですけども、なんかそれでバレるようになったなって思ったらまた違う隠語を使えば終わりの話になっちゃうんで、本当にいたちごっこになる可能性は高いですよね。そうなんですね。まあ、このまずは全容解明で、その後こういう犯罪を出さないようにね、するようにはしていってもらいたいもんでありますけども、なかなか今の森永さんの話聞いても難しそうですね。まあ、でもこれはやっぱり、まあ、何でもかんでも関連付けというのもあれかもしれないですけど、やっぱり経済を良くしないと、結果的にこの、ね、人を殺めてでも金取ろうみたいな人が出てくるじゃないですか。だからそこはやっぱりこう広い目で見れば経済をちゃんと伸ばしていかないと結果的に治安が悪くなる、まあ、これは昔から言われている話ですけども、まあ、まさに今日本がその状態にある気がしますよね。文化放送おはようテラちゃん。時刻6時12分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。ニュースピックアップ、こちら日経新聞、価格転嫁日本5割止まり、企業の賃上げ原資の確保に欠かせない価格転嫁が遅れているという記事です。アメリカ、ヨーロッパはコスト増の大半を販売価格に反映しているのに、日本は5割しか転嫁できていないと言います。構造的な賃上げによる経済の好循環の実現に向けて、経産省は昨日、価格交渉や転嫁に後ろ向きなこの企業名の公表に踏み切りました。日本の価格転嫁の遅れのしわ寄せ、中小企業に集中するといいます。去年12月の日銀短観によると、仕入れ価格が上昇と答えた企業の割合から下落の割合を引いた仕入れ価格判断指数、大企業のプラス60に対し中小企業67でした。原材料コストの上昇を中小がより強く感じています。一方、販売価格の仕入れ価格判断指数、こちらは大企業が35、中小企業31でした。仕入れ値は上がっても中小ほどこの売り値の引き上げ難しいと考えているということなんですね。日本の企業で価格転嫁が遅れているという指摘ですが、これは森永さんは実際どうでしょうね。はい、これはもう間違いなくそうだと思いますね。で、私も前から指摘する部分です、で、ただ今後の日本の物価上昇がどうなるかっていうところは、結構これ専門家の中でも多分考えが結構きれいに割れるところだと思っていて、まあ、一つはまだ価格転嫁がしきれていないので、これからもっと上がりますよという見通しを立てる方もいます。で、私は真逆で、結局価格転嫁できない現状が変わらない限りにおいては、そのうち諦めるでしょと。で、その価格転嫁をできる条件っていうのは、我々の賃金が、まあ、バン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 上がっていくことがもう大前提なんですよね。賃金が上がらないのに、価格転嫁をし続けるっていうのは普通に考えたら無理なんですよ。
まあ、なのでここは多分専門家で今言った通り見方が思いっきりパッカリ割れてるんですけども、私はもう従前から指摘している通り、はい、いやむしろ、今年の春ぐらいまで、年度代わりに1回、大きな値上げはあるでしょうけど、もうそれがピークで、はい、夏前ぐらいからもう物価下がっていく、最悪の場合デフレに入るんじゃないかなと、またね、言ってる人はいないですけどね、あんまり今の時点では、ただまあそっちを僕は警戒した方がいいと思いますけどね、となればまあ実際考えた時にね、まあ、もちろん賃上げしてる企業もありますけれども、はい、まあ、大体が、まあ、中小の、ね、7割ぐらいはもう無理だよって言ってるわけですから、そうです、ね、とやはりこれ減税ですよね、手っ取り早いのはやっぱりこの政府側がマクロ環境をまず良くしていかないと、はい、その民間企業に全てそのお前らが賃上げしないから悪いんだと言うのはちょっとさすがに無責任すぎると言いますか、はい、まあ、その一部の大企業は通常の春に比べればですね、はい、賃上げ率を高めるとは思いますけれども、とはいえ従業員ベースでやっぱり寺島さんおっしゃった通りで7割は中小企業に勤めてるわけですから、そこが上がらないと構造的な賃上げの流れができたとは到底言えないと思いますね、はい、続いてはこちら、産経新聞、国産ジェット撤退発表。三菱重工業は昨日、国産初のジェット旅客機スペースジェットの開発を中止して事業から撤退すると発表しました。2020年10月に一旦立ち止まるとして開発を事実上凍結していました。再開を探ったんですが、事業の成長が期待できないとして中止を決めたといいます。社長は昨日の記者会見で、誠に残念だ、期待を納入できず申し訳ないと述べたほか、開発中止に至った理由を、再開するに足る事業性を見出せなかったと説明しました。具体的には、開発の凍結から時間が経って一部の機能や装備品で競争力が低下していること、電動化や次世代燃料への対応で設計の見直しが必要になる点、こちらを挙げています。開発の継続には年間1000億規模の費用がかかる上、今の市場環境では採算性の確保が難しいと言います。日の丸ジェット、この開発撤退、これ国からおそらく500億ぐらいの支援してますよね、はい、そうですね、まあこれはでも、一言残念だなというのはもちろんありますね、はい、ただその批判として、その税金を投入したんだからなんとかしろみたいな話っていうのは出てくると思いますし、はい、やっぱりこういうのに金突っ込むとろくなことがないみたいな論調は多分出てくる可能性はあるんですけれども、ただやっぱりすごく大事な分野ですよね、はい、これジェット機限らず半導体とかも含めてですけど、で、やっぱ事業ってその投資したら 100% 必ず儲かるとか、うまくいくとかっていう話ではないので、必ず失敗ってつきものなんですよ、なのでまず一つ言いたいのは、これによって国が事業に投資すること、その一部ですね、主体は民間企業ですけども、そういうところにお金を突っ込むのは無駄であるというような風潮ができるのは避けるべきだなと思いますし、あとは何よりも、なぜ今回その撤退という結果に至ってしまったのかという、プロセスとか、あとプロジェクトの進め方とか、こういうところに、一つ見直しをちゃんとしていった方がいいだろうなと、でこれは別に今回の三菱重工に限らないですけれども、私もいろんな会社でプロジェクトを担当したことがあるんで、誰が旗振り役でどういう意思決定をしていって、結局そのプロセスの中で現場手を動かす人たちがちゃんとついてきてたのか、もう気持ちが離反してしまっていたのかとかっていうところは、すごいミクロの話なんですけども、その進め方みたいなところは、再検証した方がいいと思いますし、逆に国が多少お金を突っ込んだからこそ、そこは民間企業だからあんまり手突っ込みませんってわけではなく、ちゃんと検証していった方が次の成功のために、いいかなと思いますよね、これで諦めちゃダメよということですね。と思います、国の、この投資というか、民間と一緒になって新しいものを作っていくというのは、そうですね、言っても500億円ですからね、っていう、規模的に、規模としてはね、国として見たら別にそんなに大きいお金じゃないと思いますけどね、それがだって新しいこの日本を代表するようなね、産業になるんだとするならば、そうですね、安いもんですもんね、時刻6時19分です。Oh
放送おはようテラちゃん。時刻6時31分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。日経新聞からです。新型コロナウイルス化からのこの消費回復が鈍いという記事です。総務省が昨日発表した2022年の家計調査で2人以上世帯の消費支出、物価変動の影響を考慮した実質で前の年に比べ 1.2% 増にとどまりました。家計調査以外のデータを含めて算出する消費指数、コロナ禍前の2019年に届いていません。物価高や2年ぶりの実質賃金減少で家計の消費意欲は盛り上がりを欠くという、まあ、こういう指摘があるわけなんですが、森永さん、これはどうご覧になりますか。はい、これこそが先ほど私の言ったですね、はい、物価がこれから日本で上がり続けることはないでしょうと、むしろ下がる可能性すらあるだろうというのはここに根拠が一つありまして、まあ、やはりその賃金が上がらない、うん、一方で物価だけ上がる、はい、それは節約するよねっていうのが、まあこれ経済学云々とかじゃなくて普通に一消費者として考えたらやると思うんですよ、はい、で私自身の消費活動を考えても、やっぱりちょっとこうなんか過度な節約をしてるという自覚はないですけど、まあ、ちょっと高いなとか思いながら買い物したりしてますし、だったら安いこっちでいいやとか、はい、実際やるんで、それがまさにこのデータと整合性があるわけで、まあ、そう考えると価格交渉力とか価格支配力がない中小企業は当然ながら、欧米のような、はい、まあ、価格転嫁はまずできないだろうと考えるのが僕は普通だと思うんですよね。で、可処分所得、使えるお金から消費にどれだけ回したかを示す平均消費性向、勤労世帯で 64% だった2022年、前の年に比べて 1.2 ポイント伸びましたが、2019年の 67.9% に届いていません。2019年に 31.4% だった貯蓄率、2022年も 33.6% と高止まりです。消極的な消費行動に、積極的な消費行動に至っていない実態があります。まあ、数字でもそういうことなんですね。そうですね、はい、でインフレが世界的に広がる中、日本の賃金上昇の鈍さが目立ちます。日経基礎研究所が日本、アメリカ、ヨーロッパの賃金指数、これを比較したところ、アメリカとヨーロッパはコロナ以降人手不足などで上昇し、2022年10月から12月に期に比べて2割増し、日本はですね、2022年に入っても 1% 高いこの水準にとどまっているということなんですね。だからヨーロッパ、アメリカは2割増加していて、日本は 1% ぐらいしかってことなんですね。だから、インフレだっていうのと人手不足だっていうのは、まあ、多少の違いはあれど、日本も欧米も一緒なわけですよね、はい、そんな中で欧米が2割上げられてるのに、日本はまあほぼ変わってないっていうことじゃないですか、はい、だからそれだけ日本の企業、まあ、その企業って一括りにするとあれですけど、特に中小企業が、まあ、その賃上げをする、まあ、余力がもう今の時点でそんなないというところですから、はい、もうそうなるとやっぱ政策で支える以外のことはできない、はい、にもかかわらず何をやるかっていうと、こう増税のアナウンスをしてみたりとかですね、もうなんか逆効果のことばっかやっているんで、まあ、それはこういう結果になるよねと、なのである意味ではちょっとこう作られた結果というかですね、作られた結果、はい、まあ、そうなるようにしてるよね、どう考えたってというふうに個人的にはちょっと思ってしまいますよね。今政府は閉まったと思ってるんでしょうかね。いやー、なんかちょっとコロナの影響がありますよねとか、ウクライナ戦争のせいですよねって、そっちの外部環境に責任を求める気がしますよね。そうですね、はい、また後ほどお話伺います。時刻6時41分になるところです。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。今朝もいろいろニュースが入ってきています。トルコ南部を震源とした一昨日の大規模な地震、トルコがロシアによるウクライナ侵略をめぐる仲介役として存在感を高めている最中に起きました。日本を含め70の国が救助隊派遣など支援に乗り出している中で、紛争当事国であるウクライナ
ロシアに加え、アメリカ、中国の迅速な対応が際立っています。トルコが加盟する NATO 北大西洋条約機構のストルテンベルグ事務総長はツイッターで、加盟国が支援活動を行っていると明らかにしました。アメリカバイデン大統領は、必要とされるすべての支援を提供する用意があると強調、生存者の救出に向けた捜索救助隊、こちらを早期に派遣する意向も示しました。ロシア、プーチン大統領は支援の準備ができていると説明、シリアではすでに瓦礫撤去、捜索にあたるロシア軍の要員300人が配置されたといいます。中国も巨大経済圏構想の一帯一路に加わる地域大国であるトルコとの関係、こちらをこれまで重視してきました。中国政府がトルコに対し、医療チームの派遣や救援物資の提供など7億8000万円相当の緊急支援を決めたことも発表しています。最新情報によりますと、トルコとこの隣国のシリアのこの大地震の死者合わせて7300人を超えたという、こういう数字も入ってきております。いや、これは大惨事となりましたね。そうですね、ニュースがこう更新されるたびに、はい、こう亡くなられた方の数が、はい、すごいスピードで増えていっていますよね。私が最初見た時は本当数百人だったのが、もう1000人5000人と7000人とどんどん増えていくような状況で、はい、しかもそのね、我々地震がよくある国にいるんでよく知ってますけども、はい、こういうのはこう瓦礫とか建物が崩れてから、やっぱ救出までに、はい、その3日間以内とか、ね、72時間って言われてますからね。だからそこまでにはとにかく早く、なるべく助けてほしいと、そういう意味ではもういろいろね、ロシア、ウクライナ、中国、いろいろ思うとこありますけど、一旦ちょっとそれはさておき、はい、とりあえずこう救助に行ける人たちが世界中から集まって、一人でも多くの人が救われる、そうですね、ということをちょっと望みますよね。今回マグニチュード7.8、直下型の地震というふうに、非常に浅かった言われて、そうですね、震源地も浅く、これでも本当に一言じゃないですからね。そうですね、首都直下地震というのがね、いつ来てもおかしくないと言われてますし、日本も近いうちあるんじゃないかというのは散々言われてきて、はい、ただ本当にこれの難しいところっていうのは、別にいつ来るかなんていうのは分からなくて、今来てもおかしくないわけで、そうなんです、常に備えなきゃいけないなと思う一方で、はい、ただやはり普通に暮らしていると、ついついこう忘れがちになってしまうというか、いつか来るっていうのは頭に入っているけれど、はい、それが本当にいつかわからないんで、そこはちょっと難しいですね。やっぱり、僕自身も気抜いちゃってるなって、こういうニュースを見て改めて、反省することもありますよね。はい、それにしてもこのトルコのこのビルというかコンクリート製の建物も崩れ落ちるという、これ日本のこの耐震基準とは違うとは言われてますけれども、レンガ造りだとか、そうですね、そのやはり耐震基準というのは大事なのかなっていうふうには思いますね。やはり日本もね、はい、阪神淡路大震災以降、はい、耐震基準であったりとか耐火基準っていうのはかなり厳しくなって、逆にでもそれが、もちろん東日本大震災の場合はちょっと津波とかもあったんであれですけども、そうですね、やはりこの基準を高くするっていうのはすごく大事で、ただやはりそうなると逆に今度、コストが高くなるじゃないですか、その分ちゃんとした工事しなきゃいけないよねと、でトルコの例を見ていると、やはりそういうコストの部分で、後回しにされてしまったとか、耐震基準を満たしていない建物が結構な数あったんじゃないかというような報道もありますよね。あとはその建物が日本の場合残ったとしても、例えば今回ね、言われている長周期地震動という、ビルの高層ビルの上の方なんかもね、揺れが激しくて、ですからやっぱり家具の固定だとか、そういったところもしっかりとしておくべきというのが、こういう機会だからこそ我々でも、そうですね、改めて気を引き締めなきゃいけない、という思われますね。さあ、それではここからはですね、森永さんには実質賃金が2年ぶり減少と物価の上昇について伺います。厚労省が昨日発表した2022年の毎月勤労統計調査によりますと、物価を加味した実質賃金、前の年に比べ 0.9% 減と2年ぶりのマイナスになりました。本給、あと残業代などを合わせた1人当たり現金給与
与総額月平均 2.1% 増加の32万6157円で2年連続プラスでした。31年ぶりの大幅な伸びなわけなんですが、一方では物価高には追いつかなかったという形です。森永さん、改めてこの結果どうご覧になりますか。そうですね、まあなんかネガティブな話をちょっと多めにしがちなんで、はい、まあ、ちょっとポジティブな見方をすると、まあ、もちろん一部に限った話ではあるんですけど、まあ、逆にそのこれまでなかなか見られなかったですね、うん、まあ、いわゆるそのインフレ期待、はい、まあ、これは期待っていうとこうポジティブなイメージになっちゃいますけど、そうじゃなくて、まあ、こうこれから物価がもっと上がるかもって思う人が増える中で、はい、まあ、余力のある大企業においては、まあ、賃金をまあ、その十分かどうかはさておき、今まで以上に上げるということが今回の春、まあ見込まれているわけで、まあそういう意味では、こう今まで、なんでしょう、ずっとデフレ経済を続けてきて、人件費を切り詰めることが、まあある意味是とされてきたというか、それが普通のような状況になっていた日本にとっては、まあある意味、こう転換点になり得る年だったかなと。まあこれは外圧と言いますか、外の戦争だったり、パンデミックだったりで、結果的に物価が上がっちゃったっていうだけではあるんですけど、雰囲気は、ちょっと変わった感じがしてるんですよね。だそういう意味では、まあ今回と同じかそれ以上の賃上げを今年以降も続けられれば、まあ景色は変わってくるだろうなとは思いますけど、ただそれをやる条件っていうのは、もう明確で、金融政策サイドでは、まあ、緩和を維持 しながら、はい、財政の方は、まあ、出していく、減税も含めてですね、まあ、この両輪、本来アベノミクスでやろうとしてた金融と財政のこの両輪を回し続けるということがあればですね、もしかしたら変わるかもしれないっていう、ちょうどそのタイミングに来ている中で、まあ、昨日報じられてましたけど、日銀の総裁が、まあ、こうなるんじゃないかみたいな、こう、なんか飛ばし記事みたいなの出てましたし、まあ、財政の方でも、まあ、今すぐやらないとは言ってますけど、増税のアナウンスをいっぱいしてるわけなので、まあ、そう考えると今私が言ったこの、両方のアクセル踏もうねと言っているのを真逆、両方でブレーキ踏みましょうねになっちゃって、なりそうな感じに今なってますよね。こうなんか、報道とかだけを見ていると。だそれが非常にこう、せっかく、まあ外圧とはいえ、ちょっと景色が変わりそうになったのに、また逆噴射しちゃうのかなっていうところが、恐れているところですよね。はい。今、森永さんのお話にもありましたけども、この春の賃上げですよね。うん、今年、異次元のこの春闘が展開されていて、産業別労働組合では、基本給を底上げするベアで 4% 程度を掲げるなど、過去最高水準の要求が目立ったというんですけれども、まあ、傘下の労働組合が納得いく回答を引き出せるのかどうかってところ、これ大きいですね。はい。まあ、ただ、その、今現在、その定期昇給とベア合わせても、はい、まあ、3% ぐらいなんじゃないかなっていう見通し。3%。はい。は、まあ、前から私も指摘しているところで、まあ、これが現実的なラインだというふうに考えてしまうと、まあ、例えばですけど、単月の足元の物価上昇率で言えば、もう 4% を超えてくる水準まで来てるわけですから、はい、まあ、そうすると、全然賃上げ足りないっていう話になりますし、まあ、これはあくまで上がるところの話をしてるわけであって、はい、あのね、前回も紹介しましたけど、中小企業の、はい、7割が賃上げが余裕がないという話をしているわけですから、まあ、そう考えると、まあそのなんか異次元って言葉が流行ってるっぽいですけど、異次元の春闘というほどではないんではなかろうかと、はい、まあ、その通常よりは上がるでしょうけど、まあ、とはいえじゃあ物価もその分上がってるわけで、はい、まあ、そこを打ち消すだけの上昇が見込めるかというと、私はそれはないかなと思いますね。はい。まあ、となるとですね、まあ、今森永さんお話ありました、言って 3% だろうと、うん、ね、この上昇が、はい、でそれがだから続いていく、もしくはそれを上回っていくのかどうかってことですよね。あの例えばなんですけど、これはまあ私の予想って話ですが、はい、まあ、前から言ってる通り、私はその物価はもうこれ以上はそんなには上げられないと思ってますので、そういう意味では今年1年間を通じて考えれば、物価上昇率はおそらく昨年よりは落ちるだろうと予想しています、はい、となるとそんな中で今年の春と同じレベルの賃上げっていうのを来年も続けられるのであれば、まあ、そういう意味ではすごくこう今までなかったような賃上げが結構な幅で毎年行われていくと、はい、一方で異様に高まった物価上昇は逆に
あんまりいい意味じゃないですけど落ち着いていくということを考えれば、はい、実質的な賃金上昇っていうのが継続的になされることになりますので、はい、まあ、これは日本経済にとってはいいことだろうと思いますね、はい、確認ですがこの物価の上昇っていうのは、夏ぐらいですか、夏ぐらいまで、夏前ぐらいにはもう落ちちゃうんじゃないかなと、落ちちゃうっていうのはその僕家計としての私から見ればいいことなんですけど、はい、まあ多分そうなると思いますね、はい。まあやっぱりそのエネルギー価格全体を見てみると、もうウクライナ侵攻が始まった頃の水準まだもう落ちてきているエネルギー価格も多いですし、はい、まあ為替一つとっても、まあ一時は1ドル150円超えたわけですけど、まあ足元では、はい、まあその日銀総裁の報道があって一瞬円安の方向に動きましたけど、ちょっとまた落ち着いてるんで、はい、まあそう考えると為替要因でも物価上昇っていうのは落ちてくるでしょうから、なんか夏以降も今みたいな物価水準が続く、物価上昇率が続くってことはないんじゃないかなと僕は思いますけどね、はい、でも一方ではやはり今その、まあ、政府のバックアップが欲しいところですよね、はい、そうですね、だから本当にこう邪魔をしてるようにしか見えない、はい、せっかくいいチャンスだったのに、なんでそういうことするかなっていう、まあ、今からでも遅くはないんですけどね、いや全然遅くないですよ、ね、さっさと手のひら返せばいいなと思いますね、そういうことね、はい、間違ってましたって、ね、全然それは非難されるべきじゃないと思いますけどね、そうですね、よく判断したってこれからね、いやという反応を僕らもするべきだと思います、仮にそうなれば、なれば、はい、ニュース最前線でした。ダバダテラダバダテテラダバダテラダバダテラテラ文化放送おはようテラチューン、時刻6時54分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。ここ最近評価が下がりっぱなしの岸田政権が今度は LGBT をめぐる発言で揺れています。経済アナリストの森永卓郎さんも黙ってはいません。おととい文化放送の大竹誠ゴールデンラジオに出演し、岸田総理が性的少数者や同性婚に対する差別発言をした荒井元総理秘書官、こちらを更迭したことを受けて、やっていることは岸田総理も同じと断罪しました。荒井氏は3日に行われた記者とのオフレコのやり取りで、同性婚制度の導入について社会が変わる、社会に与える影響が大きい、隣に住んでいるのもちょっと嫌だと発言。翌4日に岸田総理は大変深刻に受け止めている、任命責任を感じている、政権の方針とは全く相入れない発言で言語道断だなどと釈明、荒井氏を更迭しました。で、森永卓郎さんは岸田総理も同性婚を法律的に認めたらどうですかって聞かれて、社会が混乱するから嫌だって言ってるんですよ、秘書官の方がはるかにストレートに差別発言をしているけど、やっていることは岸田総理も同じ、まあ、こういうふうに切り捨てました。このお父様の発言ですけれども、森永さんどうでしょう。そうですね、まずその岸田さんの発言をなんとなく分かりやすく、はい、まとめて表現したつもりなんでしょうけど、ええ、非常にこう荒いまとめ方をしたせい で、なんか岸田さんが無駄に悪いやつに見えるっていう状況を作ってるっていうのとですね、ええ、まあ、あとはそのこの LGBT とか同性婚とかって、はい、まあ、結構人によって考えがバラバラじゃないですか、はい、そういう意味ではちょっと下手な発言をすると、はい、まあ簡単に燃えるわけですよ。そうですね、そういう意味で非常に可燃性の高いテーマですよね、はい、だからある意味慎重な発言を心がけなきゃいけないジャンルな話だと思うんですよね、はい、個人的に、まあ、そこにやっぱこう荒いまとめを使いながらこう突っ込んでいくあたりに、やっぱこうなんでしょうかね、炎上芸人というか、炎上芸人、可燃性が高いところに自ら突っ込んでいくっていう、まあ、そのスタンスはさすがだなと思いますよね。さすがですか、イズムを通してるという感じですね。ブレない、そこは大事ですよ。ブレないことは、ね、ブレないのは大事、はい。で、岸田総理のこの問題の発言ですが、1日のですね、衆議院予算委員会で同性婚の法制化に関する答弁で出たものです。で、岸田総理は同性婚や夫婦別姓について制度を改正すると家族観や価値観、そして社会が変わってしまう課題だ、まあ、こういうふうに述べました。
社会が混乱するから嫌だとまでは、まあ、岸田総理は発言はしていないわけなんですけれども、まあ、お父様のようなですね影響力のある人によって、うん、まあ、こういうふうにこの荒くまとめられてしまうとこれはこうなってしまうということですか。まあ、岸田さんが言ったこと自体は、はい、まあ、結構普通のことを言って、ね、ルールを変えたら当然社会のルールも変わるよねっていうだけの話だと思うんで、多分まとめるんだったらそうまとめりゃいいと思うんですよね、はい、だから何も言ってないに等しいと思うんですよ、まあ、賛成してるわけでもないし、はい、別に反対してるわけでもないし、まだこうやってどうまとめるかによって全然こう印象が変わっちゃうなっていう気がしますよね。で、まあ、この検討を加速させるばかりで何一つ具体的な政策を実行しないとも批判されている岸田総理、検討の域を飛び越えてようやくこの実行に移そうとしているのが防衛費増額に伴う増税とも言われます。で、原点続きでいいところなしのように見える岸田政権なんですが、森永卓郎さんは荒井秘書官もそうだし岸田さんの息子さんの翔太郎君もそうだけど、どうも岸田政権はご本人だけでなく周りが次々に不祥事を起こして屋台骨が揺らいでいると政権崩壊の危機をゴールデンラジオで指摘していました。まあ、お父様のこの逆張りあと炎上で、息子さんの康平さんの屋台骨もこれ大丈夫ですか。そうですね、ただなんか遺伝なのか知らないですけど最近僕も逆張りやろうとかですね結構ツイッターでディスられることが増えてきて、なんかその円安の時にもう円高になるとか、はい、まあ、今もインフレって騒いでる中デフレになるとかですね、はい、まあ、結構逆張りしてるように取られがちで逆張りやろうって言われることが増えたので。あ、そうですか。まあ、血は争えないなって。いやいや、そうじゃないと思うんですよ。これもだから荒くまとめる人から荒い理解をする人にはそう取れてしまうんでしょ。そうですね、そうだと思うんですけど、ね、ですよね。デフレ芸人とかね。そうそうそう、違うっちゅうなんかいろんな称号をいただくことが多いんですけど、そう、もうちょっと可愛いタイトルが欲しいなっていう。そうですね、はい、でもそんな森永さんもね先日あのお父様の B 法科、そうですね、いらしてね、先週ラジオで行くよっていうのを言ったので、はい、あのテラちゃん聞いてきましたって方が、はい、本当に10人以上いらっしゃって。おー、そうですか。いや、なんかラジオの影響力すごいなって改めて感じましたけども、そこはだからあったかい雰囲気。あ、そうですね、はい、妙なこのあだ名とかでおいとか言われる。それはなかったです。みんな優しい人たちばっかり。それは何よりいいひとときお過ごしになられたということなんですね。はい、まもなく7時です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。回転寿司チェーンスシローを運営するフード&ライフカンパニーズ、ですね、こちらが7日に発表した2022年10月から12月期の連結決算、純利益が前の年の同じ勢いと比べて 80% 減の6億7100万円でした。スシローでは22年10月に実施した一皿の最低価格の引き上げが響いて客数の低迷が利益を押し下げました。足元では店内の迷惑行為、これを撮影した動画が SNS 上に投稿される問題が起きていて、今後の客足への影響、これも心配されています。で、売上高にあたる売上収益 5% 減の680億円でした。で、原材料価格の上昇などを受けて国内のスシローでは22年10月から一皿の最低価格を引き上げ、郊外型の店舗では110円から120円に値上げをしました。で、既存店のこの月次の客数ですね、こちらが22年10月から12月までそれぞれ21年の同じ月と比べて2割から3割弱減少したといいます。23年1月は22年の1月と比べると 11% 減でした。業績が悪化していたスシローに迷惑行為が追い打ちをかける形に、まあ、これならないといいんですけれども、これは森永さんどうなんでしょうね。そうですね、はい、まあ、例えば値上げを判断して、はい、まあ、その結果客足が遠のいて業績が下がったっていうのは、はい、まあ、それは一種の経営判断の帰結ですから、はい、まあ、それで業績悪くなりましたっていうんだったらまだ諦めがつくというか、はい、まあ、それは経営判断間違えましたねで終わるんですけど、その別にこう客が迷惑行為して売り上げが下がっちゃったとかってなると、はい、まあ、それはもう全然経営陣も従業員も悪いわけじゃないんで、はい、すごい迷惑な話で、そうですね、まあ、今のところなんかこう逆に
スシロー応援しようみたいな動きもなんかネットとかだと見ますけど、まあ、そういう意味ではまだそこまで、うん、はい、まあ、なんかこう業績を一気に悪化させちゃうようなことはないんだろうなと思うんですが、まあ、ただ何が面白いのかなっていう、そうですね、気はしますよね。なんかそのリスクとリターンの考えが全くないんだなっていう、そうですね、若者ね。例えばそれを動画に上げて仲間内でお前面白いなって、まあ、仮になったとするじゃないですか、はい、僕は面白いと全く思わないですけど、はい、でもなんかその数人の身内にお前面白いなって言ってもらうとか、はい、いいねがちょっとつくとか、はい、そのレベルのリターンに対してリスクって何十億って請求されて、どうせ払えるわけないから、もう一家終わりになりますよねっていう、とてつもないリスクを、はい、背負うことになるわけで、そう考えたらこう全然見合わないというか、そうですね、やる意味がないっていう、そこまで考えが及ばないってことなんでしょうかね。でも結局今回のスシローの件が大々的に報じられてからも、いわゆる模倣犯じゃないですけど、はい、同じようなのがね、なんかそのスシローに限らず、はい、いろんな牛丼チェーンとかでも多発してますから、紅生姜ね、書き込んじゃったり映像ありますもんね。いや、なんなのかなこの子たちっていう気はしますよね。なんかこうね、私もよく利用するから腹立たしいのと、うん、あと悲しいんですよね、なんかね。そうですね、だからちょっとこう理解できることだったら、はい、まあ、この子たちのことも分かるなっていうのはちょっと多少思えたりもすると思うんですけど、本件に関しては全く意味が分からないっていうか、そもそもやってることも面白くないし、はい、なんかそれに、ね、伴うリスクの大きさが見合わなすぎて、なんでそれをやろうとするのか、はい、でなんか身内でまだやってこそこそ笑ってんならまだしも、はい、なぜそれをネット上で発信するのかっていうのが、もう全然ついていけないという感じですよね。はい、でこの、まあ、回転寿司のですね、一件ですけれども、くら寿司ですね、3月上旬をめどに店内の回転レーンに流れる寿司などへの不審な行為を人工知能 AI で監視するシステム全店舗で導入するといいます。皿の数のチェックなどのために、まあ、すでにですねレーンの上の方には設置しているカメラがあるんだそうです。このカメラを活用して寿司の皿のカバーの不審な開け閉め、まあ、こういったものを検知できる仕組みを想定しています。レーンから取った寿司皿、これを元に戻すなどの迷惑行為を撮影した動画が SNS 上に相次いで投稿されたため、対応措置として導入を急ぐと、まあ、こういうことがだからできるってことなんですね。これもね、結局いろんなのを導入するとその分コストもかかるわけで、そうですよ、まあ、いい迷惑ですね、本当にですね、だからといってね、値上げには、このつなげられないんでしょうね、まあ、そうすると業績が悪くなっちゃった話ですから。そうですね、まあ、あと一方ではそのこういった対策がどこまで効果があるのかってことですよね。そうですね、あれついたからやめようぜっていうのか、それともそんなのお構いなしなのか、まあでもなんかあの思考レベルというか、はい、なんか面白いからやっちまおうぜぐらいの思考回路の人からすれば、なんかその監視されてるとか、はい、もはや関係ないよねっていう、まあ、はい、前はその監視されてたりすることが抑止力になるっていうのが正常な判断ができる人って、そもそもそんな行為しないですし、ましてやそんな行為をしたものを誰もが見れるネット上に自ら公開するなんていう発想にはならないはずなんで、まあ、そういう意味ではちょっとこう行かれた人には、全く意味がないっていう感じはしますよね。そして先ほども話に出ましたが、牛丼チェーン吉野家運営する吉野家ホールディングス、昨日客による迷惑行為を撮影した動画が SNS に掲載されたと明らかにしました。卓上に置いてある容器の中に入った紅生姜が直接食べる様子が拡散されました。で、警察に被害届を提出予定で、刑事民事の両面で厳正に対処するとしています。で吉野家はですね、去年撮影されたとみられる動画を今月5日に確認、そしてこの日に店舗を特定して紅生姜の交換、あと容器の洗浄などを実施したといいます。卓上に置いてある調味料入れなども洗浄をしたと、まあ、こうした迷惑行為、外食テロとも呼ばれているんですけれども、まあ、これ厳正な対処も必要ですね。そうですね、はい、なんかいわゆるちょっとこうネットでのね、はい、死刑というか、はい、私の刑、ネットリンチ
みたいのは行き過ぎは良くないとは思う一方で、まあ、とはいえ厳正にやらないと、真似する、ね、人たちが出てくるし、まあ、最近私外食ヤバ客界隈というくくりを彼らにしてるんですけど、外食に出てくるヤバい客一覧みたいな、はい、人材豊富すぎんだろっていう。そんなんですか。いやもうなんか紅生姜を食うやつもいれば、醤油となんかタレを混ぜたやつもいれば、あと箸舐めちゃったりとかね。そうそうそう、そこの人材の層の厚さよっていう、わ次から次に湧いてくんなっていうですね、まあそこの人材薄くていいんで、他の人材増やしてくれて、そうですよ、すごいですよ本当に、もうこの人材の豊富さ、なんとかならないですかねこれね。なんか、何なんですかねこれ、はい、本当に、はい、悲しいですよね。時刻7時16分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。ニュースピックアップ、今度はこちら。読売新聞、消費支出外出増え 1.2% 増。総務省が昨日発表した2022年の家計調査によりますと、2人以上の世帯の消費支出、月の平均で29万865円と、物価変動の影響を除いた実質で前の年に比べ 1.2% 増加、プラスは2年連続です。新型コロナウイルス禍から社会経済活動の正常化が進み、旅行や交通といった外出関連で支出が増えたということなんですが、この数字は森永さんどうご覧になりますか。これはまず前年比であるというところを気をつけなきゃいけないですね。はい、でコロナ禍でその外出とか、いわゆるサービス消費というものは抑制されてましたので、はい、それが外れたタイミングでが2022年ですから、はい、まあ、当然それは増えるわなというところなので、はい、まあ大丈夫だと思いますけれども、これでプラスだから消費が強いという判断を仮にする人がいるとしたら、それは非常に危険な捉え方だと思いますね。はい、で2022年の消費支出、これをこう構成する10項目というのを見ると、実質前の年と比較して4項目で増加しています。教養娯楽が 8.2%、 交通通信が 6.0% 増えました。一方で食料は 1.3% 減少しています。この数字はどうご覧になりますか。だからまさに今言った通りで、この教養娯楽とか、交通っていうのは、その前の年がですね、こう押さえつけられたわけですから、当然その押さえてた手を離したら、ビヨンと跳ねるっていうのは、これは統計のマジックであって、実際に投資が消費が強いということにはならない。でやはり食料に対する支出が落ちているということは、値段が上がりすぎたので節約をしようということの表れだと思うんですよね。で実際これ家計調査の中でも出てるんですけども、消費指数というものを見ていくと、やっぱりまだ2019年の水準には届いていませんから、まあ、当然そのコロナがもう終わったであるとかですね、もうコロナ禍からこう日本経済は回復した、脱却したみたいな表現っていうのは、使うべきでないと思いますし、でさらに言えばその2019年っていうのは10月にこの消費増税をして、残りの3四半期ですね、10、11、12月で思いっきり経済冷え込ましてます、その19年にすら届いていないと、いうことを考えますと、さらにその前のですね、18年から16年ぐらいにかけた3年間、これをベースラインとして考えると、もう全然日本人の消費は増えていない。でそこに来て物価高と、それに追いつかない賃金上昇ですから、まあ、これはさらにですね、消費が冷え込んでいくと。で、まあ、今直近で一番新しいデータで言うと、日本の GDP の 55% ぐらいが我々の家計の消費ですから、55% ぐらい、それが伸びないということは、イコール経済成長しないということですので、いわゆるですね、その失われた20年30年というものが、このまま無策のままいくと、もう40年になってしまうんじゃないのというふうに思いますね。そうか、伸びちゃうぞということなんですね。だからまあこれは機械的にその前の年、ね、同年同月期ってやってきますけれども、我々が見なきゃいけないのは、その2019年というよりももう2016から18年ぐらいを見なきゃいけないということなんですね。そうですね、まあ、普通の国であれば、そもそもそんな前と比べちゃ本当はいけないんですよ。なぜかというと基本的に経済はどんどん成長していっているので、本来だったら
そこと比較してもしょうがないんですね、普通の国は、はい、ただ日本の場合は異常で、基本的にそれぐらいのところと比較しても、経済がずっと横ばいになってるんで、そうでしたね、まあ、あんまりその比較対象としてしまっても問題ないっていう、はい、まあ、なのでその僕みたいなデータを使う人間からすると、まあ、楽っていうか、はあはあ、16年から18年と比較しちゃっても OK っていうのは、僕からすると楽ですけど、はい、ただそれですごく不名誉なことで、大して上昇してないからそれが成り立ってしまう、成長してないってことなんですね。なのでその国民としては情けない限りですね、悲しむべきということなんですね、ではその今後も支出拡大が続くのかどうかですが、厚労省が発表した2022年の毎月勤労統計調査によると、労働者1人当たりの平均賃金を示す現金給与総額に物価変動を反映した実質賃金 0.9% 減少しています。まあ、急激な物価高に賃金が追いついていないということなんですが、まあ、これ2年ぶりのマイナスですもんね。そうですね、だから結局これは6時台の話と全て関わりますけれども、やっぱ賃金が物価上昇を超えるスピードで上がってくれないとですね、消費なんか拡大できるわけがないですし、逆にその消費を拡大してくれるという安心感があるからこそ、企業っていうのは価格転嫁ができるわけであって、じゃあ今そうなってるんですかっていうと真逆なわけですよね、賃金が上がらない、物価が上がる、なので節約しようと、でもその節約してるというものが見えちゃうので、企業は価格支配力がなければないほどですね、まあ、日和ってしまって価格転換が到底できるわけないだろうと、値上げもできないしづらい、でそれでも利益を出さなきゃいけないとなると、そのエネルギーとか材料のコストって経営者が努力しても変わられないんですよ。どうしようもないですもんね、例えば戦争が起きちゃったとか、テロが起きちゃったってなんか、今回のようなもう終わりですから、そう考えると自分でコントロールできるコストって、例えば広告宣伝費とか人件費って話になるんですけど、例えば中小がやってるような製造業とかって別に広告そもそもしてないわけですよね、法人取引がメインだったりするんで、となるともう下げられるのって人件費だけだよねっていうことなので、人を解雇したりとか、まあ、あとはその社会保険料払わなくていい業務委託にもう、ま、アウトソースしたりとか、まあ、そういう話になってきて、どんどん縮小均衡していってしまう、この悪いスパイラルっていうのを脱却しなきゃいけない、ただそれは個人と民間に任せたら無理なんですよね、合理的に彼ら動いちゃうので、そう政府がある意味合理的じゃない動きをしなきゃいけないんですけど、どうもその政府の政策を考えている人たちっていうのは、いわゆるミクロ脳というか、なんかあたかも国を一つの企業かのように捉えて、まあ、絞るべきところは絞るべきだとかですね、ここは出すべきじゃないと、救うべき人を探せみたいなですね、こうなんかすごくこう限定した発想が多いですよ、政策案を見ていても、そこの考えを直さない限りはこのスパイラルを止めることは根本的にはできないと思いますね、ですからこれ何度も言ってますけれども、今、まあ、給料もなかなかね、中小企業 の社長さんだって本当上げたいのは山々だけど、と思いますよ、だって儲かってないんだからこれしょうがないじゃないですかと、残念ごめんねと、賃金上げられないわうちはと、じゃあどうすればいいかって言ったら、やっぱりその賃金上がらない分を政府が補填してくれなきゃってことですね。そうですね、だから我々がその物価云々って言っている消費者物価指数は、消費税込みで計算してますから、まあ、その減税したらですね、まあ、その分きれいに物価落ちるとは思わないですけども、まあ、多少は物価を落とす効果はあるわけで、まあ、言い方を変えれば我々の消費購買意欲購買力を高める効果もあるわけですから、なんかそこを今なんかこう遠慮してやらないっていうのがよくわかんないですよね、続いてはこちら、日経新聞、米中貿易額4年ぶり最高、アメリカの中国と物の貿易額が2022年に4年ぶりに過去最高を更新しました。アメリカ商務省が昨日発表した貿易統計によりますと、輸出入の合計額6905億ドル、およそ91兆円で最も多かった2018年を上回りました。アメリカはおもちゃなどの日用品、中国は大豆などの食品関連で輸入が増えていて、相互依存はなお高いと
といいます。アメリカからの2022年の対中国の輸出1538億ドル、過去最高を更新しました。最も変化が大きかったのは大豆、トウモロコシなどを含む穀物類だったそうです。何かこうニュースの上では米中貿易摩擦みたいなね、この冷戦みたいなことが言われてますけれども、こうやって貿易額を見ると最高益なんですね、これね。今現在はということだと思うんですね。当然これからどんどん、すでにその中国に対して、具体的な実名を出して企業とのですね、一部企業との取引を禁止したりしてますんで、今後は多少減っていくのかなと思いますが、例えばでもその、今回アメリカ含めたですね、中南米から、中国が輸入したのは、やっぱり大豆とかなんですよね。でこれって、もちろん食用としての大豆っていうのもあるんですが、それ以外にもその養豚とかに使う飼料としての大豆っていうのもあって、で、これ食文化的に言いますと中国にとってやっぱ豚肉っていうのは非常に大事な食材ですし、実際あっち行ってみれば分かりますが、大体なんか豚肉使ってるわけですよ。お肉ね。それが食べれなくなっちゃうっていうのは、大問題なわけで、で、食の恨みっていうのは非常に怖いですから、そこがアメリカと喧嘩してるんで入ってきませんと、ひいては豚肉食えませんってなると、それは暴動起きますよっていう話で。中国国内でね。なので、そういう意味では、うまいこと、一応バチバチやる部分もあるんだけれども、完全にこう貿易をしないとか、そういうことはないよねっていうのが、中国側の、うまいスタンスだし、かといってアメリカからしてもですね、そのバチバチやるとこはバチバチやるけれども、やっぱり中国からどんだけ関税かけても、それでも安いから、経済合理性を考えて中国から入れたいっていう民間企業いっぱいアメリカにはあるわけで、そういう意味では、ある意味ちょっとこう大人な関係というか、バチバチやるところはやりつつも、なんか持ちつ持たれつのところもあるよねと、そういううまいことやってるわけですよね。そうなんですね。だからここに挟まれてる日本がどういう態度を取るんですかというところは非常に難しい舵取りかなと思いますよね。で一方航空機あと宇宙関連の輸出に占める比率2018年の 14% から 3% に落ち込みました。アメリカボーイング製などの民間航空機中国向けの最大の輸出品でした。貿易戦争とコロナ危機で受注が低迷していたということですが、この航空機宇宙関連の輸出、これはコロナの影響もやっぱりあるってことなんですか。それもあると思いますし、いわゆるその広い意味で言えばデュアルユースというか、軍事利用できてしまうようなものですよね。宇宙関連なんか特に、そういうところはやっぱりこう一つの敵対国として、慎重にならざるを得ないので、どうしても半導体含め、そういうところは規制かかってしまう。ここは抑える、結果的にそこの関連産業に関しては輸出が減ってしまうというようなことはありますよね。で米中貿易今後も伸び続けるかは不透明だと言います。米中の外交厳しさ増していて、ボストンコンサルティンググループ1月のリポートで米中の貿易額31年にかけて 10% 減るというふうに予測をしているということですね。そうですね。だから今言った通りで、やはり長期的には多少は減っていく流れになるだろうなと思いますね。続いてはこちら、日経新聞。ロシア財政悪化一段と。ロシアの財政が一段と悪化しているという記事。2023年1月の財政収支1兆7600億ルーブル、およそ 3.3 兆円の赤字となりました。赤字額は歳入を上回ります。この原油相場のですね、下落で、石油収入これが減少して、欧米諸国からの経済制裁の影響が顕在化しています。長期化するウクライナ侵攻に伴う戦費の拡大、これを賄いきれなくなっているとも言います。ロシア財務省が6日発表した1月のロシアの歳入は、前の年同じ月に比べて 35% 減の1兆3560億ルーブルでした。石油ガスの収入が 46% 減、4260億ルーブルと大きく減少した、これが響いたようですね。ロシア財務省は原油価格の低下と天然ガスの輸出減が影響したと説明しました。
で、 G7 や EU は去年12月ロシア産原油の取引価格に上限を設ける制裁を発動しました。また1月の歳出 3.1 兆ルーブルと 59% 急増。ロシア財務省は詳細を公表してはいませんが、ウクライナ侵攻に伴うこの戦費拡大、これが主因とみられています。ロシアの財政悪化、これ進んでるようですね。そうですね、まだこれはちょっと捉え方によってはですね、経済制裁が効いてるとも捉えられますし、はい、ただ逆の見方をするとですね、ゆえにこうもうそろそろ決着をつけたいっていう、はい、まあそっちのインセンティブが働く可能性もあるわけですよね、このままじゃまずいと、はい、でそうなると、まあちょっとそろそろ決着をつけに行きたいっていうことで、まあ大がかりな、先ほどニュースでもねありましたけれども、っていうのを公開ないぐらい、そうですね、加速させてしまうというふうに、まあネガティブに捉えることもできますよね。はい、まあ先ほどお伝えしたのがこのイギリスのフィナンシャルタイムズのニュースで、ロシア軍が10日以内に攻撃に着手する可能性を示す非常に角度の高い情報を得たという、まあ、ウクライナの軍事顧問の証言、これを報じています。でウクライナ東部ルハンスクの州知事も6日にポーランドメディアに、ロシア軍の大規模攻撃が15日以降いつ始まってもおかしくない、こういうふうに述べました。ロシア軍がドンバス地方に動員兵や装備を送り、装備の一部を埋めるなどして隠しているとも語っています。これを報道が事実だとするならば、ロシアの財政は、まあこれ財政が厳しいから、うん、今森永さんのご指摘のようにですね、まあ急ごうという動きにも、はい、まあ、なりうるってことですもんね。まあ、そうですね、駆け引きなんですよね、結局制裁とかをしないで重機ままにやらせるわけにもいかないと、はい、ただ逆に今度締め付けすぎると、うん、まあ、暴走すると、はい、まあ、いうリスクもあって、まあ、これは過去の、対戦含めてですね、はい、別にロシアに限らず、うん、追い込みすぎると逆にかえって暴走されちゃうっていう、このバランスが難しいところですよね、はい、続いてはこちら、日経新聞、東南アジア経済成長減速へ。2022年に高成長が目立っていた東南アジアで景気の減速の懸念が強まっているという記事です。牽引役だった輸出の勢い、これが衰えているためでして、 IMF 国際通貨基金23年24年の成長率を下方修正しました。IMF はインドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、この5カ国の23年24年の成長率を 4.3%、4.7% として、前回2022年の10月、この予測からともに 0.2 ポイント引き下げています。アメリカ、中国、日本、ユーロ圏の23年の成長率予測を前回から引き上げたのとは対照的です。で、成長減速の主因、これは輸出です。 IMF は世界の成長率が22年の 3.4% から23年には 2.9% に下振れする、まあ、これに伴って世界の貿易量も 5.4% 増から 2.4% 増に鈍化すると見込んでいます。東南アジアではすでにその兆候が出ていて、シンガポールの22年12月の輸出額、前の年の同じ月と比べ 20.6% の減少と、およそ10年ぶりの落ち込み幅となりました。まあ、とりわけ集積回路、パソコン部品、こういった主力の電気製品の不振、こちらが深刻だといいます。東南アジアの経済成長の陰りですが、森永さん、これはどうご覧になりますか。これ一時期はですね、こうデカップリングなんていう言葉が流行った時期もあったんですけども、はい、まあ、実態はそんなこと全くなくてですね、やはりこの新興国の、成長のエンジンの一つっていうのは、はい、やはりその世界に向けた輸出だったりとか、インバウンドだったりというところなんですよね。そういう意味で言うと、まあ欧米はやっぱりインフレ退治をもう優先して利上げをバン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 していて、結果的に景気が減速していっているし、はい、まあ、その地理的に近い経済大国である中国、はい、これがついこの間までゼロコロナ政策をやっていたので、当然インバウンドとしての中国人は来ることはなかったですし、はい、当然景気も、まあ、減速していったと、まあ、いう、まあ、この煽りをもろに新興国側も食らってしまったという状況ですよね。ただ、まあ逆に言えば、
意外とこの間のアメリカの雇用はですね、はい、まあちょっと僕はあれなんかちょっとおかしいなと思ってますけど、まあ、強かったんですよ、データを額面通りに受け取れば、ってなるとなんか意外とその景気後退、私も結構そっち派なんですけど、はい、意外とアメリカ景気後退しないんじゃないのっていうシナリオであったりとか、まあ、習近平がゼロコロナ政策を解除したっていうこともあるんで、はい、まあ、その新興国サイドからすると、まあ、今回はその成長率引き下げられちゃいましたけども、はい、アップサイドと、まだこの上振れする余地っていうのは今年まだ場合によっては残ってるのかなという感じでは見てますね、はい、時刻7時35分です。時刻7時36分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。日経新聞から、任天堂が昨日2023年3月期の連結純利益が前の期に比べ 23% 減の3700億円になる見通しだと発表しました。これまでの予想300億円下回ります。足元で円高が進み、為替差益が想定より縮小すると。主力ゲーム機任天堂スイッチの販売台数が 22% 減の1800万台と、これまでの計画を100万台下回ることも響いています。発売7年目を前に、長寿ハードのこのスイッチにこの息切れ感がですね、出てきていると、まあ、この日本経済新聞には、こう出ておりますね。任天堂の古川社長会見で、足元ではインフレによる消費動向の変化、経済再開による娯楽の選択肢の多様化といった外部環境の影響も受けている、こういう説明をしています。まあ、そうした中ですね、任天堂基本給 10% 上げ、まあ、こういうニュースもあります。2023年4月から全社員の基本給 10% 引き上げる方針明らかにしました。正社員のほか、食卓の社員アルバイトも含めて同じくらい増額すると。大卒で23万3000円だった初任給を23年の4月入社から1割増しの25万6000円に引き上げます。ゲーム業界では人材の獲得競争が激しくなっていて、給与増を通じて優秀な人材の獲得にもつなげたい考えだと言います。この任天堂がその円高によってですね、この縮小したということと利益、あとは基本給が 10% 上がるということですかね。やっぱ大手はね、はい、そうだって業績は多少悪くなろうが、はい、上げる余力があると、でまあ、こういうのを見るとその大手だから上げられんだろうっていう、まあ、ある意味ちょっとこうやっかみチックな話になる時もあるんですけど、はい、ただ一方でやっぱ上げられるところから上げていくっていうのは非常に大事ですし、はい、逆にその給料が上がったのが大企業だけだったとしても、うん、逆にその人たちが、まあ、給料上がったっていうことで消費をしてくれれば、はい、まあ、回り回ってね、自分の所得とか売り上げにつながる可能性もあるわけなので、まあ、まずは上げられるところから上げてくれるっていうのは決してその批判したりとかするべき話ではないなと思いますよね。とよく言われるのが、その公務員の給与も上げた方がいいんじゃないかみたいなね、うん、ことも言われますよね。まあ、そこもよくこう批判の対象になるわけなんですけど、はい、僕はそう思いますね。やっぱり公務員の給料っていうのを見ながら給料決まるところもありますし、まあ、なのでなんかよく国会議員の給料減らせとか公務員の給料減らせとかそういう議論で出がちですけども、はい、結局人の給料削ったところで自分の給料が上がるわけではないの で、まあ、あんまりこう縮小均衡的な発想っていうのは捨てた方がいいかなと思いますね。まあ、消費が増えてくれればいいなぐらい考えておいた方がいいと、はい、そうですね。はい、時刻7時39分です。この後は武田鉄矢今朝の三枚おろしです。おはようテラちゃん、今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。日経新聞からです。
蕎麦製粉各社が4月外国産原料を使った蕎麦粉を 1、2割値上げするという記事です。原料となる中国や北米産の殻付きの蕎麦の実、この価格が不作で高騰していると。外国産原料の蕎麦粉、チェーン系の蕎麦店などでは欠かせないものです。値上げを受け入れて商品価格への転嫁をこの検討する店もありまして、消費者の懐に影響が懸念されるといいます。蕎麦粉大手の松屋製粉、4月1日の納品分から外国産の殻付きの蕎麦の実、原料とする蕎麦粉 1kg あたり50円値上げする方針を固めました。これに伴って蕎麦チェーン大手の値上げも相次いで、ゆで太郎はかけそばを20円値上げして380円に、富士そばもかけそばを20円値上げして360円に、来月1月には390円にすると、こういうふうにしています。まあこういうそばね、そばはですね、私は去年は本当にお世話になりまして。あ、そうですか。やっぱ体を作っていく上では結構そばいいと思うんですよね。そもそも脂質が低いじゃないですか、でタンパク質は入っているので、非常にこう体作るのにはいいんですよ。ルチンでしたっけ、なんかね、入ってるとかよく言われますよね。いっぱい食べてもそんなにね、カロリーが高いわけでもないし、そもそも脂質が低いので、まあよっぽど変な食べ方しない限りは太らないっていうか、まあ、大体多分そば食べて太るって人って、そばと一緒にこう天ぷらつけたりとか、コロッケ食べたりとかすごいするからであって、そば単体で太るってことはそんなないんですよ。じゃあかけそばだ、なんだ、わかめそばとかそのくらいだったらいいですね。そういう意味では僕は結構お世話になってましたので、そういう意味ではこの値上げっていうのは個人的にはちょっと、そうですね、私もたまに行きたくなるんですよ。美味しいですよね、やっぱりね。美味しいですね。でゆで太郎、富士そばが今ここには上がってますが、じゃあ小諸そばどうなのかとかね確かに。あとあの10割そばの佐賀谷って最近結構チェーン店見かけるようになって、10割かなんて思ってね、結構食べるとうまいね、やっぱりって思うんですけど、10割ってことはその分そば粉の値上げダイレクトに食らえますから、つなぎが入ってない分そのままダイレクトっていうのがねそうそうそう、大丈夫なのかしらとか心配になりますね。続いて読売新聞です。マグロ18トン未報告逮捕というニュースです。青森県の大間漁協などに所属する下北地方の一部マグロ漁船、漁獲枠が定められたクロマグロのこの水揚げ量を過小申告して、国際的な資源管理をすり抜けていた問題です。2021年に無報告のマグロを大量に買い受けたとして、むつ署と大間署、青森県県警の生活保安課が、この漁業法違反ですね、この疑いで大間町内の、この仲介業者2社で代表を務める男性を逮捕しました。2人の逮捕容疑は21年7月11日から9月11日頃までの間、それぞれ漁業者と共謀し、水揚げされたマグロ全部で18トン分の漁獲量を県に報告しなかった疑いが持たれています。で、乱獲でこの激減した太平洋クロマグロの漁獲というのは国際的にも厳しく管理されていて、日本政府漁業法に基づいて都道府県ごとにこの漁獲枠というのを配分しています。で、漁師らには漁獲量の、報告を義務付けていたということですが、まあこうやって自分たちはっていうね、やからはいるってことなんですね。まあでもそういうズルするやつがどうしても出てきますよね、どんなルールを作ったとしても、しかしなんか昨日の夜たまたま僕、ネギトロを食べたんで、ちょうどマグロを見て、マグロでまたお腹減ってきた。いや、そうですか、美味しかったですか。美味しいですね、お寿司もね、ボディメイクにいいんですよ、ね。いいんですね、魚ってやっぱり油入ってても良質な油の方なんで、体作りいいんですよね、なんかそう言われると食べたくなってきました。そういう意味では和食って素晴らしいなって思いますそうですね、改めて。はい、森永さん、今朝もありがとうございました。ありがとうございました。この後はお隣さんをお送りします。おはようテラちゃん、また明日。今日もいい一日になりますように。